川口オート解説はオート研究の井上浩一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、本日 JR 川口駅前で防犯キャンペーンが行われました。その模様からご覧ください。今日 JR 川口駅前で川口市防犯街頭キャンペーンが行われました。そのキャンペーン活動に牛沢支部長をはじめ10名の選手が参加しました。参加した選手は朝の通勤通学の方々に防犯グッズなどを配りました。今日参加されている選手は、全県日ということでオートレース場に入る前にご辞書を配っていたそうですね。勝負服での、配布でしたのでかなり目立っていたのではないでしょうか。これから犯罪が減っていくといいと思います。さて井上さん、今日は全県日だったんですけれども、はい、選手の皆さん今月の半ばに行われるキューポラ杯に向けてなんかこう意識されているように見えたんですけれども。そうですね、今回は、地元の G1 が、ね、迫ってますし、はい、下回りを含めたパーツ交換を、ね、している選手かなり目につきましたね。はい、それではキューポラ杯に向けてまずは明日からのレースの方ですね、展望していきましょう。第10レースの方ですね、まずはこちらの選手のにインタビューしてきました。こちらご覧ください。船橋でのプレミアムカップ自身でいかがでしたか？そうですね、なんか晴れは、レースはなんかエンジン動いてました。雨は全然乗れませんでした、ね、ちなみに今回は今節雨の方がちょっと多いかなって気はするんですけれども、対策の方って大丈夫ですか？特にないですね、ただ頑張るだけです。スタートは最近いかがでしょうか？前回は切れてましたね、でもちょっとハンデがつくと、ちょっと分かりません。ちょっと単ハンデの方がスタート得意なんで。タイヤの方とかは大丈夫ですか？タイヤはまだこれからちょっと交換して明日乗ってみてっていう感じですね。今日は練習はもう行かれました？はい、軽く行ってきましたけど。はい、どうでしたか？波ですね、良くもなく悪くもなくっていう感じでした。まず明日は一掃してみて、ちょっとこれからちょっとヘッド周りを点検して整理を考えます。わかりました。それでは今節に向けて意気込みをお願いします。そうですね、なんか少し調子が上向いてきたので決勝乗っていい着取れるように頑張ります。続いて第11レース、こちらもこちらの、選手にインタビューしてきました。ご覧ください。昨日まで浜松でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたかですの？雨だけ、はい、晴れは全然ダメだったっす。手応えの方が、はい、そうですね、エンジンが良くなかったです。はい、そして今節雨の方が心配されてますけれども、はい、対策などはどうでしょうか？雨最近は乗れるんで問題はないと思いますけど。ちなみに晴れだとどうですか？エンジン次第です、はい、エンジンの状態はじゃあこれからちょっと合わせていきたいかなと、はい、今回いろいろやってるんで良くなると思いますけど。わかりました。最近スタートの方はどうでしょうか？バッチリです。お、はい、じゃあ明日からスタートを切って。はい、頑張ります。わかりました。それでは今節に向けて意気込みをお願いします。そうですね、天気良くないですけど、決勝はいけるように頑張ります。応援お願いします。続いて第12レース、こちらの選手にインタビューしてきました。ご覧ください。はい、なんと2ヶ月ぶりの地元ですね。やっと帰ってきました。車の状態はいかがでしょうか？そうですね、ずっと転戦をしてたんですけど、なかなかパーツをいろいろ変えても上向きになってきてくれなかったですね、はい、そのあたりは、対処方法みたいな形は。そうですね、やっぱり合わしきれてない自分が悪いのかなとか思いながら、いろいろ最近試しながらはやってます。はい、今節雨の方も、はい、原塚選手は雨の方も結構いいかなと思うんですけれども、はい、どうでしょうか、対策などは。
そうですね、まあ、対策という対策はそうないんですけど、雨に対しては、まあ、最近なんか雨だと確実連に絡むというか、ちょっと波が雨でも出始めてるから、うん、その辺をもうちょっと着実に雨だったら一着を取っていきたいなというふうに心がけてはいます、今は。今節に向けて意気込みをお願いします。そうですね、久々の地元なので、まあ、精一杯、整備をして精一杯レースをして、お客さんに還元をしたいと思いますので頑張ります。応援してください。そうですね、全体的に全然悪くなかったんですけど、やっぱまだ自分がちょっと外の位置には厳しい乗り手の問題かなと思います。そして本日ですね、ちょっとお天気の方がちょっと不安定なんですけれども、対策などはどうでしょうか。やっぱ雨とかは結構気持ちの面が大きいと思うんで、まあ、その辺ちょっと気持ちに余裕を持って臨みたいと思います。そして今の練習を振られましたよね。そうですね、ちょっと同期と合わせてたんですけど、まあ、そんな悪くはないんで、あとはレース前に整備して合わせれたらいいなと思います。はい、そしてスタートの方は最近いかがでしょうか。スタートはちょっと前回フライングしちゃったんであれなんですけど、それまではずっと結構切れてたんで、まあ、そのイメージで、まあ、フライングはしないように切りたいと思います。わかりました。それでは今節への意気込みをお願いします。そうですね、初日なんかジュニアレースの一番外となれたんで、なんとか優勝できるようになります。応援してください。先ほどのインタビューの中で山田達也選手が調子が少し上向いているという話ありましたけど、井上さんご覧になってプレミアムカップどうでしたか。山田選手ね、はい、プレミアムカップ晴れはね非常に良かったと思います、うん、まあ、地元ね、山田選手も2ヶ月ぶりなんですよね、はい、まあ、そろそろねここ地元開催、記念も控えてますし、はい、ちょっと山田選手ね頑張ってほしいですね。キューパラを見据えてこの上向きはもっと上向きになるようにね、やってほしいですね。そうですね、はい。川口町と解説は研究の井上浩一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。川口町と解説はオート研究の井上浩一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梅雨真っ只中、雨が降ったり止んだりのレースで、今日のレースは雨に強い選手が結果を出していましたね。そうですね、本当は雨実績のある選手、非常に好走が目立ちましたし、まあ、全体的にね人気サイドで決着しましたね。はい、そうですね。それではまずレース結果からご覧ください。金網付近でレースを見ていたお客さんもまた傘を再び開いてレースを観戦しています。2レース予選競争、今スタートが切られました。 40m半ではインコースから竹村、そして 50m線からはスタート後者吉田浩二が先手を取っています。最後尾8番手から門田康弘です。やや外に膨らんだ川原を追って門田、しかし若干滑りました。先頭は唐鎌大介、早々に小道を叩いて唐鎌先頭です。唐鎌の引っ張り、2番手が小道、3番手が小田倉となっています。さあ近況の出ている竹村、4番手の位置から前へ前へ上がってくるか。2番手争い、外から小田倉が上がりました。その後ろ小道とピンをついてくるのは竹村、竹村が一車さばいて3番手に浮上しています。さらには2番手の小田倉まで捉える勢いです。先頭唐鎌のリードはもう 20m 近くあります。残り4周を切りました。インコースを狙って竹村、しかしまだ入りきれないか。外から小田倉が抑え込んでいきます。この時1番人気の門田ですが、まだ後方7番手の位置です。3コーナー、ここでインをついたのは竹村、竹村が完全に小田倉をかわし去っています。中段の攻防でありますが、外外を回っていく門田、さあ門田が中段勢を飲み込んでいきました。ここで4番手に上がっています門田です。しかし先頭唐鎌とはその差 50m ぐらいの車間がまだまだ開いています。唐鎌の独走状態になりました。2番手が竹村力、そして3番手が小田倉照夫です。この2番手圏内にどうやら門田が入ってくるか。残り2周を切っています。この3選手による2番手争いでありますが、さあ3番手小田倉の外から門田、まくりを決めたか。直線コースでは前に出ました門田です。2番手を狙える位置まで上がった門田、しかし先頭の唐鎌とはいかんともしがたい車間が開いて、残りは1周に入っています。2番手争いの焦点、粘る竹村、外から門田です。さあ門田のまくり、わずかに前に出るか。2番手争いはほぼ並走しながら最終コーナーに向かいます。現在のトップ
4号車竹村がリードを奪っていますが、アウトコースから門田、最後の最後で抜き去ったか。勝ったのは田中馬大輔、2着は門田だ。2連勝短式、7番1番770円、4番人気。2連勝複式、17280円、2番人気。船橋のウォリア、さらには山中に票が流れました。5秒を切っています。3秒前です。6レース予選スタートしました。さあ 50m 線のスタート争い、まずは注目。外から1番人気の真中が行きました。真中好スタートを切りました。大きく膨らんで後退したのは木戸徹であります。さあ真中は早めに仕掛けていく。一周回バックスレッジ側では小笠原修司をさばいた真中が4番手に上がっています。その真中についていくようにして森谷、山中の船橋勢です。先頭大塚、大塚がリードを取ります。2番手が川井久志です。3番手が丸山。その2番手争いに真中が加わってまいりました。ここで真ん中割って本当攻め込んでくる真中、3番手に上がりました。先頭は大塚です。2番手に丸山をまくり切りました真中大輔、2番手に上がりました。これが4周です。2番手に真中が上がっています。さあ最高判定の森谷でありますが、現在4番手の位置。その森谷に7番の山中がついていく。3コーナーに向かいます。3番手に森谷隼人が上がってまいりました。先頭をここでグイッと足を伸ばした真中、真中が大塚をさばいてトップであります。残り3周です。先頭真中、2番手争いは森谷、内側から攻め込んでまいりました。大塚粘っていますが、2番手に森谷が上がっています。3番手に山中は3つとも。さあ人気勢が上位を独占する格好になりました。制するのは真中か、それとも森谷か。そして山中も迫って、残りは1周です。先頭は真中です。差を詰める森谷。さあ内部車間が縮まりました。先頭争い、内側から覗く森谷。さあ森谷突っ込めるか。この3コーナーの攻め合いでありますが、まだまだ真中持たせているか。やや膨らんでいる真中、内側から並んだ先頭争い。さあ残り1周で森谷突っ込んできました。森谷が突っ込んできました。真中は流れ気味。作ってくるのは山中三つとも。山中2番手に上がった。アウトコースから真中大輔、真中は3番手に甘んじています。先頭は森谷隼人、2番手に山中三つとも、そして1番人気の真中は3番手。勝ったのは競り合いを制した森谷隼人。2連勝複式、1-2400円ちょうど、3番人気。3連勝短式、1番2番3番1110円、6番人気。でございます。5秒を切りました。3秒前です。8レースの予選競争をスタートしました。最後半ではインコースから1番黒岩明が先行しました。井上が速攻であります。 10m 前の関口を叩いた井上秀則です。レースを主導権は石垣です。2番手に関、早くもその関に迫りくるのは飯塚の井上であります。4番手に関口、5番手に宍戸茂がつけています。4コーナー切る。さあ切り返してくる飯塚の井上、この1コーナーで関をさばいて井上2番手に上がりました。先頭は石垣です。2番手に上がったのは飯塚の井上。これは好展開。後方ではやや滑った荒川哲也、まくったのは黒岩明。さらにはその外から加賀谷竹明の強烈まくり、応戦するのは黒岩明です。残りは4周です。石垣のペース、追走する井上がどこで仕掛けるか。さあ中段勢では勢いで勝る加賀谷竹明が乗り込みにかかります。そして先頭はまさにこの3コーナーで変わりました。飯塚の井上がトップ。しかし3コーナー他が止まって見えるようなぐらいスピードの差があります。加賀谷竹明、さあ加賀谷が大外ぶん回ってこの 1,2 コーナーで前を飲み込む勢い。さあ先頭に上がった加賀谷竹明です。加賀谷が先頭です。2番手に井上、そして3番手に黒岩明。黒岩まで加賀谷に続いていこうという動きであります。4コーナー付近まくりが決まった黒岩明、2番手に上がっています。残り2周に入りました。先頭は加賀谷竹明、2番手争いは1番の黒岩明がリードを取ります。3番手に下がったのは井上秀則であります。さあ巻き返せるか井上、現在3番手の位置。4番手に宍戸茂となっております。60戦の2人のワンツー体制で残り1周に入りました。先頭加賀谷竹明、2番手黒岩明、3番手が井上となっていますが、追い足鋭く迫ってくるのは宍戸茂。さあ3番手争いに注目でありますが、粘っている井上、そのアウトコースから宍戸がどこまで迫ってくるか。その差は1車身半であります。体勢変わらないか。加賀谷竹明圧勝ゴール。3着井上秀則。2連勝短式、2番1番920円、4番人気。
2連勝複式1-2860円4番人気。第11レース予選競争、高橋選手、落合選手の折り返しが人気でした。 5-2 は2倍ちょうどの人気でした。はい、40メートルは枠なりに浅野選手が行きました、はい。重半はね、中枠から高橋選手がね、うまく飛び出したんですけれども、まあ、内を使って押した選手もね、いい体勢になってきましたね、はい。思想一番タイムのね、落合選手がこう浅野選手を早めにまくって、この辺はね、素早い仕掛けでしたね、はい。思想は59というタイムでしたね、はい、非常に良かったですね、はい。で同じ船橋の押田選手もね、ここは対照的に中のコースを通ってなかなかのね、コースを見せてくれるんですよね、はい。で地元の高橋義弘選手は、まあ、例によってといいますか大外をまくってきます。アメ校舎、落合選手、まあ、思想も良かったので、まあ、先頭に立ってね、ちぎる展開になるかなと思ったんですけれども、まあ、そこまでには持っていけず、1番の押田選手、2番の高橋選手がね、食らいついて、ここから三つどもえになるんですよね、はい。2着争いが、とても面白いです。そうですね、熾烈になりましたよね、はい。この辺はね、押田選手もね、なんとかうち潜り込みたいところなんですけれども、落合選手なんとか踏ん張ってますよね、はい。別に高橋選手も、高橋選手は本当外まくりできてます、はい。まあ、ここはね、本当落合選手がある意味レースを面白くしてくれましたね、はい。ここで高橋選手ね、豪快に外をまくって押田選手に対してこうね、2番手争いこう決着つけるような形には持ってくるんですけれども、落合選手ね、なんとか辛くも振り切りましたね、はい。高橋選手、落合選手ともに人気に応えてくれる結果となりました。第11レース2連単5-2200円、3連単5-2100340円でした。第12レースルビー選抜、青木選手に人気が集まりました。若い選手の組は 7.8 倍でした。20メートルからは内枠を生かして鎌本選手、そしてね、重半は内枠を利してね、こちらも秋田選手が行きました、はい。そしてね、鎌本選手ね、思想タイムがあまり良くなかったんですけれども、まあ、レースでは一点ね、非常にいいレースをするんですよね、はい。思想タイムは6球というタイプですね、はい。ここからね、もう気持ちよく逃げて独走に持ち込みます、はい。で重半はね、インから秋田選手、コースタートからね、いい展開に持ってくるんですけれども、はい。まあ、ここから青木選手、平田選手のね、若手が競り込んでくるんですよね、はい。まあ、平田選手ね、今日思想タイムが非常に良くて、はい。まあ、雨もね、本当克服してきてますよね、はい。高級というタイプで、はい、良かったですよね。まあ、同期の青木選手、あるいはね、秋田選手なんかを競り落として、まあ、ここを2番手にこうつけてくるんですよね、はい。まあ、ここはね、鎌本選手非常にまだ車間がありますし、もう楽勝モードですよね、もう完全独走としていいですね、はい。そして三着争いね、なかなか使って青木選手、ここね、しぶとく3番手上がってきました、はい。ただね、逆にちょっと若い選手はね、もう一つだったので、まあ、今後の立て直し期待したいですよね、はい。でバラける展開になって、まあ、平田選手もね、じわりじわりとこう鎌本選手にこう迫ってきまして、はい。まあ、平田選手本当成長著しいですよね、はい。まあ、だいぶね、こう接近はしてきたんですけれども、まあ、序盤のアドバンテージ生かしましたね、鎌本選手は。はい、雨といえば鎌本選手、見事一着ゴールインです。第12レース2連単6-5-2940円、3連単6-5-2-9640円、以上初日のレース結果でした。川口翔とお伝えしました。解説は研究の井上浩一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。川口翔と解説
解説はオート研究の井上浩一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のレース雲行きは怪しかったものの、最後まで雨は降らずに準決勝メンバーが揃いました。井上さん、はい、今日のレースご覧になっていかがでしたか？そうですね、あの構想がね随所に見られましたけれども、今日ね日差しは差していなかったんですけど、滑りをねあの気にする選手多かったですよね。そうですね。それでは本日のレース結果ご覧ください。第11レース藤木選抜、6号車青木選手、7号車岩品選手の折り返しが人気でした。76は 5.9 倍でした。0番はね地元の高塚選手行きましたね、はい。10メートルはあの内枠を生かして秋田選手なんとか踏ん張りました、はい。そして青木選手もねなかなかの好スタートでしたね、はい。今日は思想が 3-3 というタイムが出ていましたね。タイム良かったですよね、はい。ここね秋田選手0番早めにつけてうまくね抜け出しましたよね、はい。そうなってくると秋田選手はねスピードがあるだけにこう持ち味を存分に発揮してくれるんですよね、はい。そして青木選手はこれを追う展開で、まあ、遠征勢はね岩島選手がこう果敢に攻め込んできましたね、はい。でここで青木選手が高塚選手をさばいて2番手に上がります、はい。この辺はねすかさず岩島選手も続いてきましたね、はい。そして平田選手はねちょっとタイヤもいまいちで序盤は苦しい展開となります、はい。ここからね青木選手、まあ、岩島選手もねこう秋田選手を追いかけていきたいところなんですけれども、まあこの両選手ねちょっとタイヤが滑り出してるんですよね。まあ、岩島選手はこれね、青木選手に対してじりじりまあなんとかこう攻めてくるんですよね、はい。ここねちょっと長い距離だったんですけれども、なんとかね打ちこじ開けてきました。そして争いが、そうでしたね、はい。そしてまだねもう一度最後見せ場があるんですよね、はい。青木選手もう一度切り返してこう好気合で逆転しましたね。で平田選手もうまく潜り込んで3番手に上がりました、はい。第11レース2連単36、1500等円、3連単368、7160円でした。第12レース朝顔選抜、3号車桜井選手、7号車高橋選手の折り返しが人気でした。37は5倍を切る人気でした。10メートルはねあの外から桜井選手好スタートでしたね、で10番はねあの外目だったんですけれども、高橋義弘選手本当素晴らしいダッシュでした、はい。高橋選手ね本当この位置づけでねもう早々こう4番手、まあ、3番手を狙う展開ですよね、はい。ここは序盤ねなんとか鈴木聡太選手踏ん張りましたね。まだここではね鴨本選手頑張ってるんですけれども、まあ、桜井選手ここね綺麗にまくって、まあ、こうなるとね桜井選手も独走力には定評がありますので、絶好の展開となりました。松尾選手も今上がってますね。そうですね、松尾選手も一社一社こうさばいていく形で、この辺りはね高橋選手をさばいて、いい展開となったんですけれども、はい。まあ、ここからもう一度高橋選手もね放送してくるんですよね、はい。この辺りでもね松尾選手ちょっとタイヤが滑ってるんですよね、なかなかこう前を追う展開に持っていけず、ここでもう一度高橋選手がさばいてきます、はい。桜井選手早いですね。早いですね。これは非常にね折り合いが良さそうなので、まあ、晴れですと、まあ、準決勝以降も非常に楽しみな存在ですね、はい。でね、高橋選手も、3番手最後ねあの鈴木聡太選手に迫って、2着争いはね分からなくなるんですけれども、鈴木選手も頑張ってますよね、はい。まあ、最後ね高橋選手ゴール前際どく迫ってはくるんですけれども、はい。第12レース2連単32、1230円、3連単327、3640円、以上2日目のレース結果でした。さあ明日やっぱり井上さん、今回はお天気との戦いにもなっていますけども、はい。もし雨が降った場合にはどの選手を注目していきたいですかね。そうですね、あのね、あの
あまり実績は高くなかったんですけれども、初日の印象からね、平田選手ね、雨でもいいレースしましたので、はい、雨も要注意ですね。ということはもう雨が降ろうが両走路だろうが大注目という平田選手です ね。明日の準決勝どうぞご注目いただきたいと思います。解説は井上浩一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。こんばんは。7月4日土曜日、バッハプラザの時間です。今日は戸田競艇そして川口町とともに、最終予選そして準決勝戦というね、優勝戦の椅子をかけた戦いが繰り広げられました。戸田競艇は地元選手が大いにレースを盛り上げてくれました。そして今日川口町とはですね、前半戦で、ハプニングがありまして、大時計故障ということでですね、手旗スタートというのもあったんですけども、準決勝戦はですね、大いに荒れたレースが続きました。どんな優勝戦メンバーになったんでしょうか。さあ続きまして、番組後半は今日準決勝戦が行われました川口オートについてお伝えします。川口オート解説はオート研究の井上浩一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。優勝戦メンバーが揃いましたが、井上さん、はい、今日のレース波乱続きでしたね。そうですね、あの前半の 1,2 レースではね、久しぶりにこう手旗でスタートが行われたりしましたし、はい、まあ、準決勝もね、本当展開面非常に激しいレースがありましたね。そうですね、あの手旗のものは私も初めて今日拝見いたしましたね。それではまず結果からご覧ください。3レースのそうでございます。スタートまで3秒切ります。第3レース一般戦スタートしました。 10m半で定評のカラカラ大輔、外からスタートいくか、内側からモールがうまく胴体から伸び切って 10m 戦先手を取りました。おっと、2コーナー立ち上がり、カラカラ救っていきました。これは技あり、カラカラが 10m 戦から主導権です。後方集団に目をやりますと、先行した清岡を一発でさばいたのは福田茂、1周3コーナーで6番手に上がっています。先頭小野が大逃げを打っています。小野が先頭です。2番手がカラカマ大輔、3番手モーリーとなっています。河合をさばいたのは関口、1つ番手を上げています。しかしその後ろから1番人気福田茂がもう攻め上がってまいりました。5番手に上がってきています。先頭小野のペースでありますが、カラカマ射程距離に入ったんでしょうか。差を詰めてきています。3番手はやや膨らんだ関口の内を作ってくる福田、伸び返していくのは関口、関口のインを狙って福田、しかしまだ4番手の位置は変わりません。先頭小野をやや流れ加減、カラカマ大輔インを狙えるかどうか、まだ狙えない。残り3周を切りました。今度は外から攻めていく福田茂、勢い余ってやや膨らみ加減になりますが、前を飲み込む勢いでありますが、この辺りはインコースから関口が攻め上がってきました。関口が先頭トップに上がりました。この関口を攻略するか福田茂、インコースを狙ってきますが関口が抑えている。残り2周を切りました。関口の変速ブロックであります。福田茂インコースねじ込めるか。さあ入ってまいりました、この3コーナーです。3、4コーナー福田茂やや軌道を乱しておりますが、ここでトップを奪っています。3番手に清岡雄一、さらには石井大輔も現れました。残り1周に入りました。先頭は福田茂、焦点は2着争い、関口のインを狙ってくるのは清岡、しかし入れない。外から石井大輔、この船橋勢の争いは3番手の攻防であります。先頭福田、2番手関口、地元ワンツーです。福田茂が制しました。賞短式3番4番650円、2番人気。2連勝複式3、4、460円、2番人気。5秒を切ります。3秒前です。第4レース一般戦スタートしました。長井は若干遅れています。後ろの方から 30m 線、遠藤がいいスタートを切りました。前まで一気に叩き込んでいく勢いであります。早くも長井和幸をさばこうという大塚、その内を通って遠藤です。1周3コーナー遠藤がトップ、アウトコース長井です。内をついてくるのは関、関が3番手から2番手を狙っています。1番人気の中口、早くも2号車の山中をさばいて1つ番手を上げています。7番手の位置です。遠藤の引っ張り、2番手が関と伊勢崎勢が先頭に待って、小宮が攻め上がってまいりました。3コーナーでは3番手の位置、その小宮についていくのは木村義則であります。しかしもうそのすぐ後ろに中口が上がってきています。残り4周を切りました。中口が5番手から、まずは木村の内を捉えるか。このバックスレッジ側ではさらに番手を上げています。
さあ前へ前へ上がろうというのは3号車の小宮孝光、3コーナーで席をさばいています。しかしまだまだ先頭の遠藤とは 10m の車間が開いています。中口は順調なレース運び、1コーナーから2コーナーに向かいまして3番手に上がっています。残りはまだ2周半もあります。先頭は遠藤です。2番手が小宮、そして3番手が中口。ぐーっとコーナーで差を詰める中口が2番手の小宮の懐、ここで突っ込んでまいりました。残り2周で中口が2番手に上がっています。残る獲物は遠藤ただ1人であります。遠藤はリードしています。このレースは人気薄の遠藤でありますが、アウトコースからまぐりを放って中口、定石通りに切り返してきました。中口が残り1周回で先頭に上がっています。中口が先頭です。2番手が遠藤です。おーっと後ろの方から山中も現れました。2番手争いは遠藤が一歩リード、その後ろ小宮、そしてアウトコースから山中のまくりが届くかどうか。最終コーナーから直線コースへ、中口圧勝であります。2着は遠藤です。2連勝短縮、1番6番2380円、9番人気。2連勝複式16、1300円、6番人気。その発想でございます。スタート5秒前です。2秒前、6レース一般戦です。スタートしました。ハンデゼロ、外から関根渡が飛び出しました。ゼロ線から関根渡が先行しています。さあそして 20m ハンデでは定評の井上秀則が好スタートを切りました。井上は人気の一角でありますが4番手発進です。その後ろに八木和幸、そして下垣内は6番手の位置、後方7番手が落ち合い、最後方に黒岩明となっています。レースは2周目に入りました。さあ関根渡がレースをリードしていきますが、その内を狙ってくる金瀬です。この3コーナー狙いましたが先頭は関根渡です。3番手に井上秀則が上がりました。鈴木健をさばいたのは井上であります。残り4周を切りました。さあ後方集団に目をやりますと、落合、下垣内、八木をさばいた黒岩明、ここで5番手に上がってきています。先頭は関根渡、2番手が金瀬です。そして3番手に井上秀則、4番手に黒岩明となっています。残り3周を切りました。さあ2番手、さらには先頭を狙って井上でありますが、ちょっと危ないシーンがありました。感激をついてくるのは黒岩明、一気加勢にここで先頭に上がりました。先頭は黒岩明に変わっています。2番手が金瀬です。その後ろに関根渡る、そして井上秀則が現在4番手の位置、そして中段5番手から追い上げなるか、下垣内至るとなっています。先頭は黒岩明、2番手が金瀬です。3番手が関根渡る、まだまだゼロ戦の両者が2番手3番手の位置であります。そして下垣内、なかなか井上を突破できないという状況が続いております。残り1周に入りました。さあこの争いに落ち合いまで絡んでいますが、勢い余ってやや膨らんでいます。2番手争いは関根渡がリードを奪っています。アウトコースから金瀬、そして4番手に井上となっています。まくりかける金瀬になりますが届かない。2番手は関根渡、勝ったのは黒岩明であります。2連勝短縮、1番8番710円、3番人気。2連勝複式18、600円ちょうど、3番人気。第9レース1つ目の準決勝戦、7号車松尾選手、8号車佐藤選手の折り返しが人気でした。78は 10.7 倍でした。準決勝スタートしました。ゼロ半からは外からね、勝本選手非常にいいスタート切りました。はい。10半はね、なんとかいうコースね、秋田選手がこらえて出るんですけれども、はい、まあ、大外の佐藤裕二選手も見事な速攻でしたね。はい。まあ、佐藤選手この辺はね、秋田選手を早めにさばいて、10半からはね主導権を取る形だったので、まあ、ここからね、どういった追い上げ、してくれるのかなと思ったんですけれども、ここからねちょっと佐藤選手進んでいかないんですよね。むしろね、序盤をこらえた鈴木壮太選手の動きが、見られてくるんですけれども、はい、まあ、この辺は勝本選手非常にマイペース、いい逃げをしてますね。はい。まあ、鎌本選手もね、なんとか食らいついて、前線をしています。中段ではね、松尾選手、佐藤選手激しく競り合ってますね。はい。届かないっていうところですね。はい、はい、そうでしたね。まあ、ここね、鈴木選手、落ち着いて、まあ、鎌本選手をさばいて2番手に上がりました。はい。後ろはね、本当松尾選手と佐藤選手ね、かなり激しい競り合いで、ちょっとねその辺も京阪勢にとっては有利でしたね。はい。
ここまでね、本当勝本選手非常にいい逃げしてるんですけれども、はい、まあ、鈴木選手迫ってきましたね、はい、まあ、青旗でここでトライにかかります。まあね、本当川本選手もね非常にいいレースをしていたので、まあ、仮に成功していればね、本当優勝戦までっていう可能性もありましたね。そうですね、2号車勝本選手今年初の優勝を決めました。第9レース2連単42,4790円、3連単421,165,860円でした。第10レース2つ目の準決勝戦、8号車平田選手が人気の中心でした。7号車高橋選手との組は3倍ちょうどでした。スタートはね、あの 20m の高塚選手、見事なダッシュでした、はい。重版はね、こちらも同期生のね高橋義弘選手、連日スタート切れてますね。本人も切れてるよ最近という話がありましたね。ね、スタートは良くなりましたね、はい。ただね、あの高塚選手スタートは行ったんですけれども、道中の足がもう一つで、まあ、金子選手に逆転されてしまいます、はい。そしてね、あの高橋選手も非常にいい展開ではあったんですけれども、まあ、深澤選手がこれうまくね乗ってますよね、はい。まあ、重犯勢を牽制しつつこう深澤選手我慢していたんですけれども、まあ、平田選手、まあ、思想3-1とちょっと抜けた動きでしたので、はい、ね、ここはね、本当平田選手レースも非常に良かったですね。金子に対してまくり攻めは平田正隆。ここでね、金子選手が丸山選手を救って、先頭を奪うんですけれども、まあ、相手は平田選手ですからね、まあ、この辺はもう本当ね、スムーズに抜いていきました。高橋選手も攻めてはいるんですけれども、もうここね、本当まくりでね、行ってるんですけれども、深澤選手がね、これを牽制してるんですよね。はい、まあ、先に深澤選手が2番手に上がります、まあ、これでね、高橋選手もすかさず3番手に上がって、まあ、優勝戦の切符はね、本当2着までですから、最後の勝負にかけるんですけれども、はい、ちょっとね、あのここら辺でもね、高橋選手ちょっと滑るんですよね、はい。最後ね、切り返しを狙ってはいたんですけれども、深澤選手踏ん張りました。はい、平田選手思想タイム、上がりタイムともに一番時計を出して優勝を決めています。第10レース2連単84,340円、3連単847,620円でした。第11レース3つ目の準決勝戦、7号車岩科選手が人気に押されていました。6号車大木選手の組は6倍ちょうどでした。ここはね、ゼロトーと残しまして、20m はね、あの長谷川選手が行きましたね、はい。そして重版からは森谷選手がね、素晴らしい速攻を決めて、門田選手を叩いていったんですけれども、まあ、大木選手もね、ここね、すかさずこう潜り込んでくるんですよね、はい。ただあの大木選手ね、今日は思想からもう一つでタイムも良くなかったんですよね。37という思想、はい。本来ならね、ここ絶好の展開で、まあ、2日目ぐらいの足があればね、もう一気にこう前に取り付くところなんですけれども、ちょっと進みが甘いですよね、はい。山田達也選手も今日はちょっと残念ながら、ちょっとね、あの不利もありましたけれどもね、はい、後方に下がってしまいました、はい。ここね、見ていてもゼロ班秋吉選手素晴らしい逃げですよね、はい。この辺はね、あの川原選手、長谷川選手がねコースを抑えているということもあるんですけれども、まあ、秋吉選手、独走に持ち込んでいます、はい。そして重版はね、ここ2着争い熾烈で、まあ、岩島選手ね、大木選手に競りかけて、上昇してきましたね、はい。ただまあ川原選手、長谷川選手ともに、インコースを抑える走りはね非常にしぶといので、まあ、岩島選手ここを外に変えてきて、まあ、台頭してくるんですけれども、ちょっと厳しいですよね、はい。最後の一周に入りました、はい。ここでね、なんとかこう長谷川選手をまくって、行ったんですけれども、ここもね、岩島選手滑らせてしまいましたね、はい。先吉選手、川原選手ともに久しぶりの優勝を決めています。第11レース2連単123,400円、3連単127,15,650円でした。
第12レース4つ目の準決勝戦、5号車桜井選手、8号車若井選手の折り返しが人気でした。58は 4.4 倍でした。12レーススタートしました。10メートルはね、互角の出だったんですけれども、内枠を利して、まあ、矢島選手、行きましたね、はい。まあ、田中光三選手とともにゼロ班の竹村選手を叩いていきました。でね、20メートルは浅野選手が行きまして、後ろはね、若い選手の詰めが早かったですよね、はい。この辺は若い選手らしさが出てきたんですけれども、まあ、ここから若い選手もちょっと道中苦しむんですよね。はい、その後ろにいる青木選手も、はい、はい、抜けなかったという。はい、ここね、青木選手も、まあ、若い選手を逆転にこう行きたいところなんですけれども、まあ、ここもね、矢島選手、田中光三選手、それに浅野選手と京阪勢が頑張るんですよね。はい、まあ、この辺はね、ちょっとまあ矢島選手話しみに行ってるんですけれども、田中選手も必死に食らいついてますよね、はい。そしてね、間に浅野選手がいまして、まあ、若い選手ね、ここ仕掛けに行きたいんですけれども、浅野選手もうまく乗ってるんですよね、はい。浅野選手は本当若い選手を抑えつつ、田中光三選手のね、なんとか中を狙っているんですけれども、まあ、ここでもね、本当若い選手仕掛けきれないんですよね、はい。そしてね、浅野選手もう一度中を覗くんですけれども、まあ、田中選手が踏ん張っています。はい、まあ、もう残り周回も少なくてね、まあ、最後若い選手浅野選手ともに狙っていたと思うんですけれども、まあ、10メートルの2人が、頑張りましたね。はい、矢島選手、そして田中選手、今年初の輸出を決めています。第12レース2連単236,180円、3連単235,100円、以上3日目のレース結果でした。平田選手、ずいぶん優勝ないですよね。意外だったんですけれども、2年前のここ川口で優勝した、はい、G1 の解説以来ですかね。あ、ということはもう2年以上優勝してないっていうことになるんですけども、 そうなんですよね。その優勝もう絶好のチャンスと言えますね。チャンス十分あると思います。はい、明日の優勝戦にどうぞご期待ください。解説は井上浩一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。あ、番組後半、こちらも今日優勝戦が行われました川口オートです。最終日を迎えた川口オート、今日行われたレースの半分は、満車券の後輩と、そして10レースは地元大木選手と金子選手の落車により不成立となってしまいました。そんな中行われた優勝戦、地元から3選手が参戦しましたが、一体優勝はどの選手が手にしたのでしょうか。3レースの発走でございます。さあ、5秒を切ります。スタートまでは3秒前です。3レース一般戦スタートしました。 40m 内側から岩野が行きました。そして 20m インコースから唐鎌、ゼロ戦の長井をスタートで叩いていきました。唐鎌大輔、池田テレビチ、両者が早くも主導権争いです。そして人気の遠藤文雄も上々な動き、一周回3コーナーでは長井をさばいて3番手に上がってきています。先頭は唐鎌大輔、2番手に遠藤が上がるか、池田が粘ります。2番手は池田テレビチがこらえました。遠藤3番手、4番手に今野、その後ろには大塚勝が続いています。後方7番手の位置から前を伺っているのは広瀬正光、そして内をついて宍戸茂。レースは残り4周です。先頭は唐鎌大輔、唐鎌が引っ張っています。2番手の池田テレビチ、3番手は遠藤文雄です。さあ、人気の中心遠藤がこのバックスレッジ側2番手を狙いますが、池田が封じ込んでいく。そして4番手に今野が続いています。依然として唐鎌のペースであります。唐鎌先頭です。2番手が池田照道、アウトコースから遠藤組を突破口を見出せるかどうか。さあ、外から攻めていく遠藤です。応戦する池田照道、池田が直線コースです。離していきます。さあ、カーブで差を詰める遠藤、4番手に今野となっています。残り2周を切りました。まだまだ唐鎌のペースであります。2番手が池田照道、そして遠藤文雄の順。遠藤がさあ外から攻めていく、まくりを狙っていますが、まだまくり切れない。この争いに宍戸茂まで参戦してまいりました。遠藤が内を作った。
東、荒川まではまだ 10m の差があります。2番手に遠藤が上がった、外から岩野守であります。先頭は荒川大輔、シリーズ2勝目に向かいます。さあ2番手争いに宍戸が絡んでくるか。しかし2番手は遠藤文雄が守った。3番手は宍戸茂、勝ったのは荒川大輔、シリーズ2勝目であります。2連勝複式56、1780円、7番人気。発走でございます。中口、阿部剛が人気を集めた一戦です。スタート1秒前、7レーススタートしました。 40m の飛び出し、遅れを取ったのは新村です。内側から阿部剛が行きました。おっと、最後半での中口が同地区船橋の新村をスタートで捉えています。中口が7番手発進です。先頭は関根渡る、そして松尾敏夫が早くも射程距離か。3番手竹村力、4番手に清水つけなり、その内を狙って阿部剛、残り5周を切りました。阿部剛2を狙いましたが清水が封じています。先頭は関根、関根のペースを追って松尾がこの陰を狙って差し込んでまいりました。おっと、後方集団では動き際立っているのは中口、しかしこれを食い止めたか落合。残り4周です。先頭から6番手あたりまで大混戦です。内を攻めてくる清水が2番手、外から竹村力、先頭は松尾敏夫です。大混戦。さあ後方から迫ってくるのは阿部剛です。これはまくり攻め、効果的面だ。4コーナーで3番手に上がりました。残り3周です。松尾の粘り、経済コースから足を伸ばしてくる中口。さあこのバックストレッチ側でまとめて先頭まで行ってしまおうという勢いであります。突進を決めた中口が先頭です。早くも中口、残り2周回で先頭に上がりました。2番手に松尾が粘っています。3番手に食い下がる竹村力、そして差がなく清水助成、阿部剛と続いています。阿部も早めに上位に取り付いたんですが前が壁になっています。先頭は中口、追い上げを決めて先頭です。2番手が松尾、3番手竹村、4番手が清水助成で残り1周に入りました。焦点は2着争いです。松尾敏夫に食い下がっている竹村力、そして5号車清水助成も4番手、変わらずの状況です。最終コーナーに向かいます。昨日に続いて連勝ゴールがもう目前です。中口、ここは1番人気に応えました。2着松尾、3着竹村力であります。2連勝短式1番7番、2430円、11番人気。2連勝複式17、2150円、8番人気。レースの発走でございます。注目は 30m6 台並びのスタート争いです。第10レース選抜戦スタートしました。 30m ラインどうか、内側から秋田、そしてセンターコースから森谷が足を伸ばしていく。トップスタートは秋田、そして加速をしていくのは大木光、中段好位置につけました大木であります。先頭丸山、2番手が金子であります。そして 30m から先手を取った秋田に、アウトコースからプレッシャーをかけるのは1番人気大木、切り返してホームストレッチ側で秋田をあっさりかわしました。レースは2周目に入ります。先頭レースの主導権は丸山です。2番手が金子、そして3番手大木光となっています。4番手に秋田、そして後方から抜き上げてくるのは押田和也であります。その後ろ森谷、佐藤雄二、そして最後方8番手が、おーっと、なんと直線コースで大波乱であります。残り4周を切りました。先頭は秋田でありますが赤旗です。競争がここで止められます。10レースの選抜戦、ここでレースがストップということになります。今係員と金子選手会話をしています。今タンカーに乗せられます。ファンの皆様に申し上げます。ただいまの第10レースを成立といたします。第10レースは2周回4コーナーでの4番車および7番車の落車事故により公正かつ安全なレースの続行が不可能と判断し成立といたしました。ファンの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。ご覧の通り第10レースは競争不成立となりました。公正安全なレース続行が審判長判断で不可能と判断されまして競争不成立、従いまして第10レースに関係がある投票権はすべて券面金額においての返還になります。
投票権をお持ちの方は絶対にお捨てにならないよう大切にお持ちください。第10レースに関わる車検はすべて返還となります。現在は走路の点検作業を行っています。第10レースはスーパーにもありますように競争不成立となりました。全返還です。第12レース優勝戦、1号車平田選手が圧倒的に人気を集めていました。4号車秋吉選手の組は 3.2 倍でした。勝戦スタートしました。ゼロ戦誰が飛び出すか。矢島が行った。走行から田中剛蔵、今日は田中剛蔵が行った。内側から矢島でありますが、起戦を制したのはスタート号車田中剛蔵であります。さあ10メーター線から速攻を決めたのは深澤、1周3コーナーでは勝本、さらには秋吉をさばいて4番手に上がってきています。先頭は田中剛蔵です。2番手に川原が上がりました。矢島を捉えた川原であります。平田はまだ最後方、ようやく勝本をさばいて7番手に上がってきています。深澤の動きも軽快であります。前に食い込もうとするこの3コーナーの動きであります。さあ平田はまくり攻めに活路を見出したい。中段を飲み込む勢いです。残り4周を切りました。さあ深澤がインを攻めてくる。1コーナーから2コーナーで深澤2番手に上がった。中段をおっと4号車の秋吉が無念のような感じになりました。3コーナーで平田2番手に上がっています。深澤を捉えた平田、周回ごとにその回転数が上がってきたような感があります。残り3周ならば十分射程距離であります。先頭は田中剛蔵でありますが、すんなり平田がかわしました。ファンの指示通り圧倒的な、そんな強さであります。平田が先頭に上がりました。2番手が田中剛蔵です。さあ早くも焦点は2着争いになりそうでありますが、鈴木聡太が深澤を捉えました。鈴木聡太の動きも目立っています。船橋勢による2番手争いになりました。田中剛蔵、鈴木聡太、深澤隆が競っています。先頭は平田正隆であります。2番手は鈴木聡太、3番手が田中剛蔵、深澤隆は4番手の順であります。残り1周に入りました。この川口バンクをドル箱バンクとしています。平田が先頭です。さあ3番手深澤に変わりました。最終コーナーの競り合いであります。一昨年の開設記念以来2年4ヶ月ぶりの優勝であります。平田正隆。第12レース2連単13、1470円、3連単13、2790円でした。今の気持ちを教えてください。そうですね、ここまでずっと優勝できない長かったんで、ものすごく嬉しいですね。はい、はい。前回の優勝2年前ほどですね、あの川口の解説記念でした。川口との相性が合うんでしょうかね。そうですね、やっぱ関東は走りやすいですかね。はい。しかも、1号車だったんですよね、前回も。はい、多分1号車だったような気がしますはい、ではまずは、レースを振り返っていただきましょう。まず試走3号と出ました。手応えの方はいかがでしたか。そうですね、かけた感じも昨日と変わらなかったんで、車いいの分かってたんですけど、ちょっと小さいとか走ってみたらやっぱ車速落とすとタイム出なかったんで、レースはちょっと大きいとか走ろうと思ってそれだけ心がけました。はい。そしてスタートですね、昨日はタイミングがつかめないようなお話をしていましたが、今日はどうでしたか。いやもうフライングだけ切んないように普通に落ち着いて切れたんで全然良かったです。はい。そしてレースですが、2周目の3コーナーまくりが決まりましたね。そうですね、結構うちで、まあ、ごちゃごちゃしてたんで、まあ、自分スピード乗せれれば結構良かったんで、そうまくりの方がいいかなと思って久しぶりにまくりました。はい。そして今節ですね、雨の走路を含めた4日間でしたが、今節振り返っていかがでしたか。そうですね、もう初日から雨もまあ、2着だったんですけど、自分なりには結構追い込んでいけたんで、全体的に感触がすごい良かったですね。はい。29期の選手が今日は多かったんですけれども、その中での優勝大きいですね。そうですね、もう最近結構周りに押され気味だったんで、なんとかここで一勝できて良かったですね。はい。それでは応援してくださったファンの皆様にメッセージをお願いします。これからもどんどんみんなの魅力あふれるレースできる頑張るんで、応援よろしくお願いします。平田選手、地元開催の後8月のムーンライトチャンピオン、そして G1 ダイヤモンドレースに参戦予定とのことです。
はい、今日はですね、先ほどもご案内したように10レースが競争不成立となったんですけども、落車をした大木選手と金子選手、実際傾斜場にいてどうでした？はい、大木選手はですね、通常通りの笑顔を見せていただいたんですけれども、金子選手の方はまだ詳しくはわからないんですが、以前に怪我された靭帯の方をまた痛めてしまったということで、まあ、ちょっとまだロッカーには戻ってきてなかったのでちょっとわからないんですけれども、長引くかもしれない。はい、そうですね、そうですね、まあ、大木光選手もだいぶ今回ね、クランクが当たってね、はい、キューポラ杯がめちゃめちゃ楽しみなんて話をしていたんですが、まあ、体はもちろん第一なんですけども、それ以上にやっぱり、エンジン面にもね、影響がなければいいですけどもね。そうですね、またちょっと戻してもらいたいなと思うんですけども、はい、はい、まあ、次回戦に参戦予定となっております、元気な姿をまた期待したいと思います。以上、川口オートについてお伝えしました。挑戦スタートしました。ゼロ戦、誰が飛び出すか。矢島が行った。外から田中剛蔵、今日は田中剛蔵が行った。内側から矢島でありますが、棋戦を制したのはスタート校舎で深澤に変わりました。最終コーナーのせめぎ合いであります。一昨年の開設記念以来2年4ヶ月ぶりの優勝であります。平田正尚。